内戦の鉄柱からこのハンセンの左腕に照準を合わせてきました神奈エクスプレスです。95スーパーパワーシリーズ札幌大会でこのスタンハンセンは三沢に三冠王座を奪われて以来4ヶ月間ベルトから遠ざかっております。馬場さん、このスタンハンセンも当然年末の世界最強タッグリーグ戦のことは今頭の中にあるんでしょうね。そうですね。その意味でこのタッグパートナーが確定していないスタンハンセン、胸中は穏やかではないんじゃないでしょうかね。まあそうでもないと思いますね。まあね、不祥大谷が相談を受けてますから。ああそうですか。まあなんですよ、今まではハンセン の, その指名があればという立場だったんですけどね、はい、今度は僕の場合には、その自分のコンディションというものがね、やっぱりハンセンに迷惑をかけちゃいかんという気持ちがありますんでね、まあ、11月まで俺のコンディションが良きゃなんとか一緒にやりたいなという話はしてるんですがね。あ、なるほど。ですけども、まあオブライトも来ますしね、はい、そのいろいろ面白くなるんじゃないですかね、まあ、ハンセンとオブライトと組むとかね、そういうことも可能性もありますからね、十分に考えられますね、さあその意味ではスタンハンセン年末に向けてこのジャイアントシリーズ重要なシリーズとなっております。おっとヒップアタック、もういつものように悪ガキぶりを発揮してまいりましたダニー・クロファットであります。試合の権利があるのはファーナス、そしてジョニー・スミス。さあファーナスがスミスをロックにしたパワースラム、これがあります。すかさずカバー、体全体を使ってカバーしていきましたラグファーナス。試合時間10分を経過しました。開幕戦のセミメインイベント、スタンハンセン・ジョニー・スミス組対ダグファーナス・ダニー・クロファット組。さあこの時間帯カンナムエクスプレスが試合のペースを掴んでおります。ニュートラルコーナートップロープにジョニー・スミスを吸いました。セカンドロープからおっとこれは自爆ダニー・クロファット、そしてミサイルキック、これも壊した。カウントは2つ。すかさずラグファーナス、さあボディスラムを打っておいて足を取りに行ったぞ。体を反転させるか、足をキックさせて逆エビ固めに入ろうというところです。スタンハンセンがアーリングの中に入ってきました。スタンハンセンがカット。この時間帯タッチワークが早くなっております。カンナムエクスプレス逆水平、大きくフォロースルーを取っていったダニー・クロワットです。おっとキック、つま先のあたりでしょうか、スタンディングのスリーパー投げましたジョニー・スミス。スタンハンセンのリングイン、スタンハンセンの顔面が真っ赤に紅潮してまいりました。豪快、さあロープに振ってショルダータックルぶちかまし、打ちつけていきます。顎のあたりナックルパート、そして肘エルボーを落としていくスタンハンセン。 DDT カウントは2つ。先ほど場外で鉄柱を使って左肘にダメージを受けているはずのハンセンですが、その影響は今のところ見られません。打ちかましドロップキック、これは浅い、当たりが浅い、ボディスラムを打っていったハンセン。クロファットにもボディスラムだ。おお、そして左腕のサポーターいじったぞ、かわしております DDT。 両者とも立ち上がれません。さあ先に立ち上がるのは、あ、クロファットが今ファーナスにタッチ、ドロップキックを打っていきます。
ジョニー・スミスにも打っていきました。ダグ・ファーナス元気がいい、バックを取ったぞ、投げ捨てジャーマンがある。ファーナスには必殺の投げ捨てジャーマンがあります。ノーザンライトスプレックス、いやフロントスープレックス、投げ捨てカウントは1つ、ボディースラムからニュートラルコーナーのトップロープを目指しますジョニー・スミス。さあトップロープ、何を持ってくるスミス、エルボーだ。おっとそのスミスをクロファットが場外に落とした。カウントは2つ、試合の権利があるのはスタン・ハンセンとダグ・ファーナスだ。さあ完全に分断された形になっているぞリング上。あーラリアットが、ラリアットはクロバットに命中、丸め込んだのはファーナス、カウントは2。あーっと食らってしまった、ショートレンジのラリアット、カウントは3、カウント3、最後はショートレンジのウエスタンラリアット、ハンセン・スミス組、ファーナス・クロバット組を破りました。